ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。おいしんぼ大好きタブヤン、今回も、料理作っていきたいと思います。湯葉のグラタンレベル240分、前回ねレベル3の、大きなマッシュルームを使った料理でしたからね。レベル2ぐらいはねなんとか頑張りたいねレベル1はね安心するんですけど、レベル2もできればね、作ってみたいな。早速原作を見てみましょう。新婚ほやほやの荒川夫妻、サザエの料理法という小さなことがきっかけで二人の気持ちはすれ違い、なかなかお互いに譲り合うことができないでいる二人に、山岡は一見合いそうにない素材同士を組み合わせた料理で夫婦のわだかまりを解こうとする。これ美味しいもの、ね、ファンには パターンなんですよね。何か問題が起きて山岡と栗田さんがね、料理で解決するという。見てみましょう。沈黙。荒川夫妻まだわだかまりが消えないわ。この間からお預けの料理がいよいよ出るようです。この間いただく寸前に引っ込められちゃったのよ、荒川さんに食べてもらうために。そんなことがあったの？一体何なのかしら。おかぼし。このむっちりしたシャッキリした湯葉の感触と風味がグラタンのミルクとソースが違う、グラタンのミルクとバターがたっぷりのソースと実にうまく合っている。日本料理の材料の湯葉が西洋料理のグラタンのソースと全く違和感なく調和しているわ。小麦粉とバターと牛乳で作ったグラタンのソースに玉ねぎを刻んだもの、マッシュルームの薄切り、そして適当な大きさに切った湯葉を加えます。塩と胡椒で味を整えて軽く一煮立てし、グラタン皿にとって粉チーズをかけ、オーブンでチーズがこんがり色づくまで焼き上げて出来上がる。いつの日か噛まずに喋りたいですねなるほど、なんかうまそうだな。でもまたマッシュルーム出てきたね。今日も元気にマッシュルームを作ってみましょう。貝原雄山、優しい甘みはぽってりしたグラタンと実に合う。グラタンソースの硬さは好みだが、繊細な湯葉の食感に合わせスープで伸ばして作ると一層うまく仕上がる。早速作ってみましょう。鍋にバターを溶かし、小麦粉を一気に投入して混ぜ合わせます。これちょっと一回上画面だけでやってみましょうかね。その方が皆さんには分かりやすいかな。下は操作画面だもんね。今さらかよってちょっともう一回。鍋にバターを溶かし、小麦粉を一気に投入して混ぜ合わせます。混ぜ混ぜして。生地がサクサクしてきたら、60度に温めた牛乳をダマにならないよう少しずつ加え、手早く混ぜ合わせます。あ、これ前回と同じじゃない？グラタンソースね、使い回しだな。これグラタンソース、でもなんかグラタンソースだけで弱火でややとろみのある程度になるまで煮詰めます。いろいろ応用できそうですね、グラタンソース。ソースはそのままでも、または鶏ガラスープを加え、ヘラですくったソースがとろとろ垂れるぐらいまで伸ばしても良いです。え、どういうこと？鶏ガラスープね。フライパンにバターを引きます。フライパンにバターを引く。バターを引く。もうこの写真はバター、もうだいぶ進んでるけど。玉ねぎ、マッシュルームの薄切りをしんなりするまで炒めます。玉ねぎ、マッシュルームの薄切り。炒
炒めます。塩、胡椒で味を整え、ここへグラタンソースを加えて混ぜ合わせます。さっきのグラタンソースね、はいはいはい。耐熱容器に流し入れ、一口大に切った湯葉を乗せ、粉チーズをまぶします。あー、耐熱容器、なるほど、グラタン皿だね。うん、湯葉を乗せ、粉チーズをまぶす。湯葉もなんかスーパーで売ってる時あるけどね。うん、湯葉ちょっと確認しましょう。京都出身ですから。湯葉、加熱した豆乳の表面に張る膜をすくい上げたのが湯葉で、大豆のタンパク質は熱で固まった。だから豆乳というか大豆なのね、原材料ね。知ってましたか？偉そうに。表面はつるんとしてるのに、裏側はねっとりしていて、舌触りの対比が気持ちいい。その上、味は豊かなのに癖がないから、どんな料理にも合うのだ。原料は大豆だから、もちろん体にもいい。大豆の旨味がプンプンする。生湯葉をつゆにくぐらせて食べたりすると胃がしっとり休まるね。なるほど。耐熱容器に流し入れ、一口大に切った湯葉を乗せ、粉チーズをまぶします。はいはい。オーブンで表面がこんがりきつね色になるまで焼きます。これで完成。湯葉のグラタン。でもグラタンと湯葉ってなんかね、相性良さそうだね。普通にだからグラタン作られる方はね、湯葉見てはどうかということですね。誰やねんお前は。最後までご視聴ありがとうございました。湯葉のグラタン、作ってみたいと思います。それではまた次の料理でお会いしましょう。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。